んにちは、すみなです。本日は大阪府千早赤坂村に来ております。今日はここから金剛山山頂に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。駐車場に車を止めさせていただきまして、 T 字路を本日は左手に歩いてまいります。10分近く歩きましたでしょうか。道がここで分かれます。辻尾谷とか高畑谷を歩くときにはここを右手に行くんですけどもね、今日はわさび谷ですから、この車止めのゲートの横を歩いてまいります。なだらかに登っている林道を歩いております。先ほど駐車場でいつも見てるよと声をかけていただきまして、朝からとっても嬉しい気持ちです。ありがとうございます。いや、本当嬉しいな。あちらの橋を渡りまして、今度は沢の右手を歩くようになってまいりました。引き続き林道を歩いております。ここは舗装された道をそのまま直進していきたいと思います。今日歩こうと思ってるのがわさび谷ルートという名称の道なんですけども、まあ、あの名前の由来ってやっぱりわさびからしてるんですかね。わさびって綺麗な水のところでしか育てないんですよね。長野県の安曇野市なんかとってもこうわさびの有名な産地がありますけど、一度その近くに行きまして、水質を、まあ、あの簡単な、チェックをしましたら、すっごい綺麗で柔らかい、まあ、軟水だったんですよね。ひょっとしたらこの辺りの水もとっても清らかなんですかね。あ、それとなんかあんまり冷たすぎても暖かくなっても適さないような、確かそんな感じだと思うんですよね。10度とか15度ぐらいの間が一番適してたんじゃなかったですかね。まあ、そういう意味ではあのそこまで水が冷たくならないのかな、冬凍らないのかな、どうなんでしょうね。とにかくわさび谷ルートを楽しみに歩いております。園庭を右手に見ながら歩いてまいります。あ、ここで右へ行く道と左に行く道があるのかな。ここは、やはりこの舗装された道をそのまま歩いてまいります。お、なんか書いてくださってるのかな。お、こちらを歩いていくと瀬戸につながっていると、そしてこちらはカトラ谷だと。確かあのわさび谷の取り付きとカトラ谷の取り付きがほぼ同じところだと思いましたので、こちらでいいのかな。ここも道が分かれてますが、もう少し進んでみます。直進しております。ここを今歩いてる道はカトラ谷ルートなんですかね。あ、カトラ谷はきっとここ
直進していくんですよね。左手に登っていくこの道がわさび谷ルートなのでしょうか。ひょっとしたら違うのかなまあでも踏み跡しっかりしてますし、少し登っていきたいと思います。ロープもございますので登山道であることに間違いないとは思うのですが、果たして この道がわさび谷ルートなのかどうか、少し疑問符が頭に灯っておるのですが、いずれにしましてもゆっくりと登っていきたいと思います。カトラ谷の横の急登をぐんぐん登っております。大変登りごたえのある急登をひたすら登ってまいりまして、若干緩やかな登りへとなっております。景色を楽しむ余裕が出てまいりました。分岐ですかね、ここは左へ行ってみます。登山道ですよね。現在歩いています道が登山道ではあると確信をして歩いておるのですが、果たしてわさび谷ルートと言われる道かどうかが分からずにおります。もし違っておりましたら深くお詫び申し上げます。引き続き歩いてまいります。ここはこれってひょっとして親切な方が道案内で並べてくださってるんですかね。ありがたいですね。ここは右か。ここは登山道ですよと記してくださっております。ここは木はひょっとして道案内で置いてくださっているのでしょうか。こっちでいいのかな。なんとなく左上に道ですよね。ロープもご用意してくださってますね。明らかに登山ルートですよね。やっぱりわさび谷ルートで合ってますかね。谷歩きませんでしたけど、わさび谷ルートかな。他の登山道との合流ですね。ここは右ですよね。記憶にあると思いましたら青毛ルートに合流してるんですね。いやー、記憶にありますね。去年の夏だったかな。異なる季節の表情を楽しませていただいております。
ここは確かまっすぐが通行止めだったんですよね。はい、左へと曲がってまいります。はい、山頂手前で合流をいたしました。こちらが大日岳の方から歩いてきた道ですね。はい、ここは右斜めへと歩いてまいります。今日は3度ですか。ライブカメラ前へ向かいます。青空の下、今日も和やかなライブカメラ前です。はい、無事に下山してまいりました。今日は歩き始めに駐車場で温かいお声をかけていただきまして、心をポカポカさせながら歩いてまいりました。おかげさまで本日も楽しく山歩きをさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。